おはようございます。餃子教師の古川光です。今日は日曜日なんですけど、友人と木更津にね、アウトレットとコストコに行こうじゃないかということで、行ってきたいと思います。まあ、車で1時間ちょっとですかね、ドライブがてら。天気もすごくいいんで、リラックスしていきたいと思います。で、今日は愛犬のタイソンもね、連れて行って、お散歩とかもね、しようと思います。さてさて、楽しみな一日です。よし、タイソン。出発するよ。出発進行。はい、木更津に到着しました。まずね、ちょっと腹ごしらえというか、ご飯食べたいですね。ご飯。何食べるかな。たまにはジャンクなものが食べたくなりますね。マックとか食べてえな。食べちゃおうかな。ペット OK のね、店にしないとね。はい、というわけで、なかなかいい品を全部ほぼ半額で手に入れることができました。イエイ。さあ、アウトレットはこんなもんですかね。これからコストコ向かって、ちょっとね、食材とか日用品を見ていきたいと思います。はい、というわけで今日も無事に家に帰ってきました。今回も最近読んだ本で良かった本を紹介したいと思います。タイトルは事例で学ぶ B2B マーケティングの戦略と実践っていう本ですね。著者は栗原浩太さんっていう方が書かれてます。スバル社から出てる本なんですけどね。やっぱり僕たち行政書士、あるいは事業と言われるお仕事も開業すれば事業主なんですよね。だから決して特別な存在ではないから、一般のビジネスや起業している方々と同じようにビジネススキル、ビジネス知識っていうのをつけていく必要があるんですけど、その中でも特に重要になってくるのはやっぱりマーケティングなんですよね。事業主である以上は、事業である以上国家資格を超えて国から独占業務というものが与えられて、それを必要とする方々にね、価値を提供してご支援をしてお役立ちをして貢献していくっていうのが社会的責任でもあるし、存在意義でもあるんですけど、開業すれば事業である以前にやっぱり事業主なんですよね。だから事業の責任を果たす前に受注プロセスもそうですけど、お仕事をいただかないと事業主としては成立しないわけですよね。事務所で働いている時は事務所のね、所長さんたちがお仕事を受注してきて、それを職員がそのお仕事を事業としての責任を持ってしっかりと果たしてお客様に貢献していくっていう流れになるんですけど、自分が事業主になったらそのお仕事というのは自分がご依頼をいただいて獲得してこないとそもそも仕事がないわけですから、事業としての責任を果たすっていうことができないわけですよね。だってお仕事もないわけですから。だからまず使命を果たす前にお仕事をいただかないといけない。で、それのためにどうしたらいいのかっていうのがやっぱりマーケティングなわけですよね。お客様が誰なのかっていうのは、これは人それぞれ違うわけですよ。例えば、対企業様とか事業主様、要はビジネスをやってらっしゃる方がお客様だっていう場合は B2B って言われますよね。で、逆に一般国民というか、民間の方というか、相続関係で言えば、特にビジネスをやっている事業主の方以外のね、民間の方々っていうのもお客様になるわけで、それは B2C って言われますよね。ビジネスというコンシューマーとかね。以前は特に B2B と B2C ではビジネスのやり方、マーケティングの考え方が全然違うっていうふうに言われてたんですけど、ここ数年はやっぱりインターネットが普及してきて、 B2B であっても B2C であってももともと B2C というのは大量の人に知ってもらうっていう意味で、事業主同士のつながりというものが一般的な方はないわけですから、何かお仕事を依頼するっていうのが必要になった時にインターネットで検索するっていうことが多かったわけで、 B2C はやっぱりインターネットでのマーケティングっていうのは非常に重要だった。一方で B2B っていうのはそれぞれ社長さんがいらっしゃって、社長さん同士のつながりがあったりするから、そこからご紹介でお仕事をいただいていくとかね、そういうことがメインになっていて、わざわざ自分でインターネットで調べて新規の業者さんを選定するっていうケースが昔は少なかったんですよね。だから B2B と B2C って割とマーケティングの考え方、基本的な考え方は一緒なんだけど、インターネットの活用方法っていうのは違ったわけですよね。でも近年はやっぱり B2B であっても、これだけインターネットが普及してくると B2C と同じようにインターネットで検索するってことがやっぱ増えてきたわけですよ。でそんなことも書かれていて、例えば2010年頃 B2B の領域ではマーケティング活動よりも営業活動が重視される傾向にあった。 B2C と違って有効なチャンネルがなく、郵送やファックスによる DM、 展示会、業界誌、あるいは紹介とかねが主なプロモーション施策だった。ところがインターネットの普及によって顧客行動は大きく変わった。アメリカの調査だと B2B の顧客の購買プロセスの 57% が営業担当者に会う前にすでに終わっているっていう事実が明らかになった。つまり営業担当者に会う前ということは、事前にインターネットで調べて、もうやるかやらないかある程度決まってしまっているよと、そんな調査結果も出てるわけですよ。特に僕の場合はクリニック様、開業医様がお客様ですから、B2B なわけですよね。だからやっぱり今までインターネットっていうのはそんなに重視していなかったんですけど、これからはね、活用していかないといけないっていうことはね、思わされました。まずマーケティングを考えるときに戦略を考えるわけですよね。余計な非効率なことはしない。効果的に目的目標を実現できるための道筋を決めてしまう。これが戦略なわけですよね。戦を略すと書いて戦略。で、マーケティング戦略の基本っていうのは、誰に何をどのように伝えるかっていうのを明確にするっていうのがやっぱり大事で、この中で特に重視すべきっていうのは、この YouTube でも僕はよく言いますけど、誰になんですよね。どうしても人はね、自分が何をしたいとか、自分が何を提供したいとか、何をばっかり考えちゃうんですよ。建設業許可の手続きを私はやりたいとかね、ビザの手続きを私はやりたいとかね、何をやりたいが先行してしまって、じゃあ誰にそれを届けたいのか、誰をご支援したいのか、誰に喜んでいただきたいのかっていう、その誰にっていう部分が圧倒的に抜けてしまっている。でもマーケティングでとても重要なのは誰になんですよね。なんでかっていうと、物事何でもゴールからの逆算なわけですよ。ゴールからの逆算ということは、お客様を見て、お客様にご契約をいただくまでのプロセスを逆算して設計していく必要があるわけじゃないですか、本来的にね。そうしないと自分の行動計画、アクションプランっていうのは具体的にならないわけですから、逆算していくためにはゴールが見えなきゃいけないわけですよね。じゃあゴールって何って言ったら、お客様なわけです。その誰にっていうものをとにかく明確にすること。そしてそのお客様が自分が提供したいものをどのように購入してくださるのか、契約してくださるのか、そこに至るまでのプロセスっていうものを逆算して設計していく必要がある。自分がお客様になりきって、お客様がどのようにして自分を選んでくださるのか、それをお客様の目線でしっかり考えて設計していく。それをインターネットを使った場合にどのようにして実現していくかってことを考えなきゃいけないわけですよね。それは例えば SNS の活用なのか、 SNS 広告なのか、いろんな方法あると思うんですけど、そういった方法っていうのは手段なわけで、しっかりとした戦略を明確にしていった上で、その手段、ツールっていうものを使っていくっていうのがね、やっぱりマーケティングの非常に重要な考え方なんですよね。特に僕たち事業っていうのは国家試験をね、通過して、それで登録して、事業として仕事していくっていうことになるんですけど、その過程にマーケティングっていう試験ないわけですよ。行政書士で言えば民法、憲法、行政法とかね、法律のことばっかりやるわけですよね。その中にマーケティング活動とかね、お客様の購買プロセスとはみたいな勉強一切しないわけですよ。しないけど登録して開業してしまったら、それができないとそもそもお仕事がいただけないっていう状況がね、生まれてしまうわけですよね。もちろん事業として専門知識、法律的なこと、そういったものを学び続けなくてはいけないし、それは社会的責任でもあるし、そもそもそれがね、僕たちの存在意義なので、それは当然やり続けなきゃいけない。それプラス自分が事業主として足りてないこと、必要なこと、率先して勉強していく必要があるっていうことですよね。そのためには先ほど紹介した本、これすごくね、最近の本では読みやすくていい本だと思うので、今後ビジネスをやっていきたいっていう方はご覧いただけるといいのかなと思います。タイトルもう一回お伝えしますね。事例で学ぶ B2B マーケティングの戦略と実践。著者は栗原浩太さん、出版社はスバル社さんですね。ご興味ある方はぜひ読んでみてください。それでは今回も動画を最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。